私の全力見せてあげよう。納得の人選ね。腕が鳴るわ。いろんなものがあるのね。動くと撃つわよ。動くと撃つわよ。バーン。もっと強くならなくちゃね。終わったよ。またいつでも言いつけてくれよ。三鏡家の面目は果たせたかな。休憩も大事だよね。終わったよ。またいつでも言いつけてくれよ。その、ごめん。今日は遅れて。あ、いや、いいさ。私も来たばかりだったからね。なんだよ、そんなデートみたいな。デートだって？いや、そうじゃなくて、話し方とか変えた方がいいですかね。あんまり慣れ慣れしいと、その。え？そんなのは構わないよ。いつも通りで、全然。そっか。そうだ、そのネックレスいいな。結構似合ってるじゃないか。ああ、ありがとう。いつもつけてるやつだけど。え？そうだったっけ？ああ。うわ、大丈夫か？ああ。
何顔を赤くしてるんだよ。ごめんよ。私緊張するとすぐに顔が赤くなってしまうんだ。でも君も悪いんだぞ。これまでこんなことしなかったじゃないか。ママにいきなり。いや、だってそれは。何か言ってくれよ。君の戸惑いはわかるけれど、こっちも急に態度を変えられて緊張してるんだ。ああ、すまん。その、どうしてハルは今日の買い物を受けてくれたんだ。なんていうか、ほら、砕けすぎというか、ぶしつけというか、男同士でなきゃ断られても不思議じゃないと思うんだが。そんなこと考えもしなかったよ。私はこれまで男として育てられてきて、心は女だけど振る舞いは男で、だからだろうが、女の子とも男の子ともこんな風に出かけたことなんてなくて。そうだ、君に誘われた時、私は嬉しいとしか思わなかったんだ。そうなのか。私が女だって分かってから、ずっとそうやって考え事ばかりだね。私は前の君の方が、何でも話してくれた君の方がいいな。こんにちは。